ゆりちゃんが家出したんや。なんだと。お兄さんが KOF に出ちゃダメだって。こうなったら自分でなんとかする。御曹司なんだから人一人探すくらい簡単だろ。サウスタウンに赤いキャップで赤いジャケットを着た格闘家っているかな。どこかで会った気がするの。暴れんじゃねえ。ここ誰の島だと思ってる。義理の父のギースの店だもん。ギース、本当に。ついてこい。伝説によると、今から1800年前、人類滅亡を目論み、全てを無に帰そうとした魔人オロチとその手先、八化身。三種の神器と呼ばれる草薙、八坂に、八田の一族によって封印された。三種の神器は三族の末裔に分けられ、今も守られている。俺はジョー東。俺はテリー。兄さん、アンディ、強くなったな。ああ彼はジョー東、復讐の話を聞いて手伝いに来てくれた。復讐のことは慎重に進めないとな。臆することはない。今すぐギースタワーに乗り込もうぜ、うん、待て。あ、ざっと探ってみたが、奴はサウスタウンの有力者で、腕の立つボディーガードも大勢ついてる。そうそう、さっきもバーにかなりいたんだ。大丈夫さ、兄さんと俺、それにジョーもいればギースなんか怖くない。まだ。兄さんは強くなればなるほど臆病になってきた。そんなに怖けりゃ俺たちが先に行く。行くぞ。まあ、オッケー。アンディ、相変わらず気の短いやつだ。我慢できないのか。我慢だと。もう10年も我慢したよ。おい待て。危ない。バカ野郎、死にてえのか。
ネジ頭、俺まだ飲めるぞ。飲める、まだまだ飲める。こいつ飲めないんだから別に張り合わなきゃいいのに。なかなか根性がある。大丈夫かロバート。当たり前でんがな。ちょっとすまへん。このバカ。坂崎さん、今夜はどうもありがとう。いやこちらこそ、ろくなもてなしもできなくて。ユリのことはくれぐれもよろしくな。わかった、情報が入ったらすぐに連絡するから。それじゃ大会で会えるのを楽しみにしてる。こちらこそ。じゃあダイモン、行こうか。うん。坂崎亮もあの赤いジャケットの男を知らないと言ってたな。一体何者なんだろう。一度勝負してみたいんだがな。もういい加減にしろよ。どんだけ食えば気が済むんだ。だって晩飯食ってねえんだもん。それにこんな高級料理食わなきゃ損だろ。お前もどう？いらねえ。何の用だ。荷物のお届けです。通ってもいいですか。うん、どうも。でもうまいっしょ。そこそこな。あ、やっ、何者だ。さあな、当ててみな。捕まえろ。急ごう。
エリン、三人を中に入れてやれ。逃げよう。逃がすかよ。逃げられた。どこだ。おい待て。ブツが先だ。一つ言っておく、私への忠誠心しかない番犬は必要ない。それを忘れるなビリー。何をぼさっとしてるんだ。さっさと荷物を下ろせ。早くしろ。状況は？確かに問題です。先ほどちょっとしたハプニングもありまして、簡単には潜り込めそうにもありませんね。ではすぐに撤収しろ。わかりました。それから任務中のタバコはやめろ。いえ、吸ってないですよ。全然。吸い殻は片付けとけよ。なんでバレたんだ。私はギース・ハワード。私が手に入れるはずだったものすべて、弟のクラウザーに奪われたのだ。俺の体にもシュトラハイム家の血が流れている。卑しい生まれの分際で。必ずお前を殺しに来よう。そして、俺のものを取り戻す。いつか必ず思い知らせてやろう。ギース・ハワードの憎しみと恐ろしさを。Thank you.